は MBS アナウンサーの辻沙織です。今化粧水とクリームで保湿まで終わっている状態です。もう完全にすっぴんです。はい5分でどこまで完成するのかご覧ください。よーいスタート。まずは化粧水から、じゃなかった、日焼け止めから塗っていきます。まず日焼け止めです。ハッチの日焼け止めミルクを使っています。私は日焼けしやすいのでSPF が入っている下地を使う日でも必ず念のため日焼け止めは塗るようにしています。外に出る日は特に頬の高い位置や鼻筋にも重ね塗りをしています。続いてラロッシュポゼのプロテクショントーンアップローズです。これ最近出たローズ色なんですけれども、下地は無色のものや肌の色に近いものいろいろありますが、私は血色をよく見せたいので必ずピンク系のものを使っています。このラロッシュポゼのローズもとても色味も自然で保湿力が高いので重宝しています。ファンデーションは使わずに保湿力の高い下地で済ませるようにしています。1分経過しました。続いてビューラーです。私は資生堂のものを使っています。まつげは一番力を入れているポイントです。まず根元をギュッと上げて、その後自然なカールがつくように徐々に毛先に向かって上げていきます。根元だけだと不自然になるので必ず毛先まで徐々にカールをつけることを意識しています。ちょっとカールが足りなかったみたいです。そしてまつげが上がったらマスカラ下地でカールをキープします。このセザンヌのマスカラ下地はネイビーブラックなので、これだけでもまつげがしっかり強調されます。学生さんはこれだけでもいいかもしれません。そしてマスカラ下地を乾かしている間にアイシャドウです。まぶたは皮膚が薄いのでなるべく肌に負担のかからないものを選んでいます。今回はトーンのベーシングアイシャドウ05番を使っています。これピンクブラウンなのでどんなメイクにも合わせやすいです。最近筆を使ってアイシャドウを塗ることにハマっているので、丁寧に筆を使って上まぶたにのせていきます。そして上まぶたと同じ色を下まぶたにも入れて涙袋を強調します。下まぶたには色を入れすぎると少し不健康な印象になるので軽くのせるように気をつけています。続いてアイライナーを引いていきます。エクセルのチョコレート色を使っています。私は黒よりもこういった深いブラウンやネイビーを使うことが多いです。目尻だけ少し描きます。あと2分弱です。マスカラをします。続いてマスカラです。マスカラは一番重要視しているのでここは一番丁寧にやります。デジャブの下まつげ用を上まつげにも使っています。コームが細くて塗りやすいです。ボテッとつかずにセパレートにしやすいのでとてもおすすめです。マスカラしてる時の顔はなかなかひどいですね。なるべく他人に見られたくない顔です。で少しつけ直して下まつげにも塗っていきます。下まつげは少しでもダマになるととても目立ってしまうので丁寧に一本一本つけていきます。上まつげへの重ね塗りも欠かしません。ここまでくれば一安心です。最後は眉毛です。毛の流れを整えます。45秒あるので、眉毛の上にパウダーをのせます。エクセルのスタイリングパウダーアイブロウのピンクブラウンを使っています。この一番濃い色と2番目に濃い色を少しずつ混ぜて眉毛の薄い部分にのせていきます。
眉毛は濃い暗い色よりもこういったピンク系が入っている方が顔がパッと明るくなる気がしています。ただ眉毛のメイクは未だに正解が何なのかよく分かっていません。元の眉毛に重ね塗りしています。最後はリップです。イブサノーランのルージュボルテシャインの86番を使っています。とても馴染みやすい色です。お、急に顔がグッと締まりました。ここで終了です。はい、ということで終了しました。眉毛まではたどり着かないと思っていたんですが、無事にたどり着けました。ちょっと汚いんですが、でも一応完成しました。もうちょっと時間があれば、このオンエアの日は目の下の、私皮膚が薄くて血管が浮き出ちゃうので、それを隠すためにコンシーラーしたりとか、あとはアイシャドウ、今は1色しか使わなかったんですけど、もうちょっと締め色、この下の濃い色を使ったりとかするんですが、あとチークもオンエアの日はします。でも普段はチークしない方が好きなので、大体しないことが多いです。ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。意外と普段の中で時間をかけすぎていることがあるかもしれないです。それではまた、さよなら。